はじめに、日本の発展には理学の普及が最も重要と理学普及の志に燃えた16人の志士のお話でございます。忠臣蔵で有名な赤穂氏は47人、 AKB は48人、理学の志士は16人という、志士16ってその名は寺尾久志、中村清夫、中村恭平、桐山徳三郎、桜井房喜、鮫島新、千本義孝、高野瀬宗則、玉名定蔵、難波忠志、信谷定志、三森守、三輪寛一郎、矢田部植吉、安田宗太、和田裕二、この16人は出身地がバラバラでございます。福岡、山口、愛知、長崎、石川、新潟、岐阜、滋賀、岡山、徳島、千葉、東京、秋田、大分と14の県にも分かれております。それほど交通機関が発達していなかったこの時代に、これほど地方での方が多かったのはどういうわけでございましょう。明治3年、新政府は各藩、藩主に向かいまして、全国の各藩の頭のいい青年を東京に出すように命令いたしました。これは欧米に追いつくために、欧米から教師を招いて、最先端の学問を日本の青少年にこう教えよう。そういうつもりでもって全国の藩主に号令を出したわけでございます。15歳から20歳までの青少年が呼び出されまして、そこで寄宿しまして、これで一生懸命勉強するという形でございます。外国人の教師を招く、これ日本語でできるわけじゃございませんね。外国人が来るわけですから外国語でやります、とにかく日本語を覚えようなんて思ってる外国人の教師はおりませんでした。漢字を見ると漢字割り、漢文見ると新聞漢文、もうその国の言語を使うってわけでございます。ですからイギリス人、アメリカ人は英語、フランス人はフランス語、ドイツ人はドイツ語、老人は介護と。こうなると日本人が日本語で勉強して、わざわざ日本の教室でやるんですけども、外国語の授業を受けなくちゃならないという。ですから全国から集まりましたこの生徒たち、大体310人集まったそうでございますけれども、神田の寄宿舎に入りまして語学の猛勉強が始まるわけでございます。これは廃藩置県が行われて、この各県になってもこれが続いたそうでございます。まあでも県下の代表でございます。まあ言ってみれば甲子園の県代表のようなもんでございます。若者でございまして15歳から20歳でございますから、とにかくお互いが仲良くなりながらもライバルでございますから、ちょっとでもね話しかけようと思っても送り止まりがものすごいわけでございましてね。またプライドもありまして、若者でございますから、相手よりもね絶対自分の方が上だなんて気持ちでやりますから、なかなかこの方言を直そうともしませんから、どうしたって日本人同士で言葉が通じない、何が言ってんだか分かんない、なかなかこうコミュニケーションがうまく取れませんで、だん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 この口が鉄よりも重くなってしまうわけでございます。そこで方言のことを鉛と言ったんだそうでございます。この辺当てになった話じゃないところが、この連中共通語があるわけでございまして、外国語を勉強してるわけでございますからね。あ、そうだ、普段もこの言語を勉強して、英語だったら英語、フランス語だったらフランス語、ドイツ語だったらドイツ語でもって会話をすれば、共通語でもっていろんなこの話ができるんだ。語学を習得するときに日常もその普段言語を使うってと習得が早いなんてことを言いますが、めきめき上達をいたしまして、この310人おりました中で130人が選ばれまして、これならば語学でもって授業を受けられるという、この青少年集めまして、これが東大の前身の学校に上がることになりました。これはこれは国が挙げての全寮制での英才教育をしたわけでございまして、これがちゃんと制度として残っております。三つぐ進むと書いて更新制度と言われております。でこの習っておりました生徒のことを後進生と呼ばれておりました。体操厳しかったそうでございます。道を歩くときでも軍隊並みに列をなしてちゃんと歩いていたそうでございます。少しでも乱れるってと厳しく注意されたそうで、どういうふうに注意されたかというと、ちゃんと後進生を注意されたそうでございました。明治10年になりますと、日本で最初の大学、東京大学が、今の本郷ではございませんで神田の錦町、今の神保町駅のすぐそばに学士会館というのがありますが、そこが最初にできました東大の跡地でございます。東大の場所でございまして、ここにできまして、その時にいろんな学科ができまして、
その中で一つ理学部附属物理学科というのができました。つまり理学をこうフランス語でもって教えるという学科でございます。当時はこのフランスが理学、まあ今の言葉で言うと科学と申しましょうか、物理を含めて全部のこう理科系のものをこう理学と申しまして、これが一番進んでおりまして、そこから先生を招きましてフランス語でもって授業をするというわけでございます。科目といたしましては重力、熱学、電気、それから光の学問で光学、それから音楽、音楽ではございませんね、音の学問、まあ、音のこう原理を調べるという聴学という、この5科目を教えるというわけで、3年間の間でございますが21人フランス語ができる連中が集まりまして、これ勉強したんだそうでございます。先ほどの更新生21人のうち9名がそうでございまして、先ほどの理学の志士16名のうち8名は更新生でございました。他の生徒は他の外国語学校を学んでそれから入ったそうでございます。ですからまあ理学を学んでる連中で一番の最先端、つまり一番頭のいい連中がこの学科に入ったわけでございます。ところがこれだけ頭が良くてもね、こうなかなかこう簡単には理学の道へ進もうという大変な茨の道があったそうでございます。おい天が、おい矢田部どうした、お前はな秋田なまりがあってさ、喋るのはいいんだけどね、どうもお前の秋田弁は困る。なしてよ、お前の秋田弁フランス語に聞こえてくる。何を言ってるんだよ、仏の国と書いてフランスと読むだから、そげなことをほっとけ。何が大変、いや大変だってな、俺はたちの学科もう3年でなくなるって。どうして、他のな学科もそうだがみんな英語に統一すべってことになってな、俺たちが卒業したらな、この学科はもう新しく募集しねえことになって、学科がなくなりがっかりだ。え、どういうこと、いやドイツ語フランス語はよくねえ、英語だけにしようってことになった。実際に当時の語学の学問、語学を学ぶ連中で 70% は英語でございました。 24% がフランス語、ドイツ語は 6% で、もう大部分は英語に偏っておりまして、それをとうとう英語に統一しようということになりまして、3年間一生懸命勉強しましたが、自分の学科がなくなるということになってしまったわけでございます。これは21人おりましたけれども、他に後から続くものがおりませんね。なんとか入ってもらいたかったわけですが、もう無理でございます。で、亡くなる前にこの21人のうち19人は理学士の免状を取りました。まあ私たち話から言うと真打ちといったところでございましょう。まあ学士と呼ばれるような形でございます。ところが後の2人、加瀬大輔と赤木親行はこれが取ることができませんね。さあ寺尾久志、これ代表いたしまして東大で一番最初に教授になった菊池大六先生に掛け合いに行きます。この菊池先生というのは大変な頭のいい方でございまして、国費でイギリスのケンブリッジ大学に留学いたしまして、数学でもって向こうの方々と対戦いたしまして首席で卒業した方でございます。こちらからただ一人行って、それでもってイギリスのケンブリッジ大学に入って首席で卒業したんだそうでございます。実は私も東京理科大学理学部数学科首席で卒業したんです。私の主席は酒の席の主席でございます。実はこの菊先生とこの寺尾久志、これは同い年でございましてね、早くに留学して学士を取った方が教授、ただの、何もしてなかったのは生徒というわけでございまして、この寺尾が菊先生に相談に行きまして、先生、うん、どうして寺尾君、私たちのフランス語学科なくなるというのはどういうわけで。ああ理学部不都合物理学科がなくなるのは不都合だけに不都合なんだ、しゃれ言ってる場合じゃありません。どういうわけ、うん、実はな、これは日本はどんどん発展させなくてはいかんが、これは工業を起こさなくてはいかん。この工業で一番大事なのは蒸気機関だ。イギリスとアメリカはな、この蒸気機関で先駆けて船をこしらえて海外へ進出を果たした。我々日本にとってもな、一番大事なのはやはり海外へ進出する工業を起こす蒸気機関がしっかりしているイギリスとアメリカ、これを何とか取り込んでいこうと思ってな、それで英語だけにしたのだ。あ、そうですか、それは分かりましたが、じゃあ赤城と加瀬、何とか理学士の免状を取らせてもらえませんか。それは私が口を挟むことではない。でも2人は一緒に学んできたんです、ちょっとだけ単位が足りないだけなんですよ、ぜひお願いします。そうじゃなかったらね、2人
ややる気をなくして腐ってしまいます。ああそういうのはフランスだけにな。心がフランスる。くだらないことばっかり言って取り合ってもらえませんでした。この方にこの理学部数学学科に手を差し伸べたのがもう一人東大におりました日本人の教授山川健次郎先生でございまして、この方は会津白虎隊の生き残りでございます。やはり国費でもってアメリカのイェール大学に留学いたしまして物理学で学士を取りまして、で日本に戻ってきて東大の教授になった方でございます。会津白虎隊、これは官軍にやられた側でございます。これは少数派の辛さ苦しさが分かりますから、このフランス語学科のみんなに手を差し伸べてくれました。今理学を一番学ぶにとってはフランスが最先端で一番だ。君たち一番頭のいい連中にフランスで理学を学ばせた。フランスにこれからみんな行ってもらおうと思ったから、そういうわけにはいかなくなったが、フランスで学んだもの、いやいや工業は英米に習うことにするが、フランスにはその原理あるいは根本というものがあるから、これからも続けて理学の普及のために研究発展、そして広く理学を進めてもらいたい。わかりました、ありがとうございます。では赤城と稼ぎなんとか学士もらうわけにはいきませんか。理学の学士、ああそれはな、なかなかそういうわけにはいかん。理学士という称号はな、習得完了をもって出すもの。フランス人教授が帰ってしまって授業ができなくなってしまった今、私が代わってやるわけにもいかないし、私が代わって学士を出すわけにはいかん。理学士というのはそれぐらい重いもんだ。それだけは勘弁してもらいたい。ではまあまあこれからな、立派な仕事に就かせてそれなりの地位を与えるから、それで了解してもらいたい。わかりました、それではよろしくお願いいたします。この赤城と加瀬は理学士は取れませんでしたけれども、後方支援といたしまして東京物理学校理科大の創設のために尽力した方でございます。手が足りない時には授業も手伝ったそうでございます。そしてこの19人理学士の仲間、自分たちが日本で一番最先端の理学をこれから発展させて普及もさせなくちゃいけないという心を決めた同志になったわけでございます。ところがこの連中にどん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 試練が与えられます。19人のうち一番頭の良かった寺尾と難波、これはフランス留学をいたしまして卒業いたしましてすぐに一人亡くなってしまいます。あとは旧制高校大学観光庁の幹部といたしまして国の要職にみんなついたわけでございます。その中でも地方に出てしまいましたのが3人おりました。中村恭平、これが長崎に行きまして、豊田が広島に行って間もなく死去いたします。小林の方は長野に行きまして、3人が抜けてしまいまして東京に残りましたのは13人でございます。この13人が仕事を終えまして夜になりますと東大の一室に集まりまして、どうやったら広く理学を世間に知らせることができるか、広めることができるか。秋田出身の矢田部が、どうだべな、ほら街頭さたって喋らせてけれ。ん？どういうわけ？福沢諭吉先生はこれからはな、演説と討論ってのが大事だって、見た演説使いってのはこしらえていろんなとこでもって演説ぶってる。ほらもな、にぎやかなとこ行ってな、理学の演説だぶって広めていきてえだ。おお、お前はな、秋田弁だがなかなか弁が立つし、田舎者にしては大層品がいいし、またいい顔をしている。きっと評判を呼ぶだろう。よし、やろうじゃないか。よーし、やってるぞ。なんとか街頭演説と考えたんでございますが、時流がそれを許しませんでした。明治10年、西南戦争で西郷隆盛が敗れてしまいまして、武力ではこの政治を変えることができない、政府をひっくり返すことができないと、これはまあ言論に訴えよう、自由民権運動のこの盛んなるし頃でございます。ですから街頭でもって演説というのが大層厳しく取り締まられました。まだ国会も憲法もない時代でございます。いやー、俺たちはな、政治の話はしねえだ、学問の話っこしかしねえんす。公務員の身で表で話をすることはまかりならん。たれば生徒さあ教室始めて集めて授業したらよかんべ。おお、それならば書類さえ整えば許す。そうかね、じゃあ授業するんだったらいいかね。さあこれから
夜間の今の専門学校のようなものをこしらえようといたしまして、それじゃあな、生徒集めて授業することにすべ。ただ問題があるな。問題？何かある？医学の授業となるとな、口だけの説明というわけにはどうしてもいかない。これはやはりな、実験というのがいるが、実験するには器具がなくちゃな、大層金がかかる。ああ、実験器具買うのは金がかかるな。まあしょうがねえ。じゃあ実験のね、授業、いや実験のない授業は満足な授業にはならん。そうかねえ、ダメかねえ。確かにな、実験のね、授業は歌丸のいね商店みてえだな、こらな。ゼリコさかかるか、なんとかならねえか。自分たちでこしらえるということができない。また輸入でしかない。それもな、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツから輸入しなくちゃな、目が飛び出るような高額なもんだ。東京大学が国で金を出したからなんとかなるがな、やはり無理か。特にな、電気の実験器具は高いな。電気はなして高い。電気工学といって。あ、そうかねえ。なんとかならねえか。貸してもらうわけにはいかないかな。言っておりますと、先ほどの山川健次郎先生が入ってまいりまして、おいおい、みんな何だい、卒業生が集まって何の話をしている。あ、分かった。 AKB48 で誰が好きか、東京でもしているのか。だったらわしは大島優子だ。先生、それ卒業してます。そうだ、君たちも卒業している。卒業生が夜になって大学に集まっているというのはろくな相談じゃないな。おそらく嫌いな先生にお礼参りで袋叩きでもしようとしてるのか。先生、お願いがあります。おお、桜井君、やっぱり私を殴ろう。いや、そうではございませんで、実はお願いというのは、あの理学の実験器具を貸してもらえませんか。ん？どうして。いや、実は学校を作りたいと思ってるんです。いくらかでも普及させるためにいろんな方に教えていきたいんですが、理学というのは喋るだけじゃいけません。実験をしなくちゃいけない。ですから東大の道具を貸してもらいたいんでございます。いや、その日のうちにお返しするのはもちろんです。夜の夜中になっても返しますし、もしも壊すことがあったら完全弁償は言うまでもありません。そうすれば学校を作ることができます。授業ができるんです。先生、お願いします。やはりな、卒業生が集まっているというのはよからぬ相談だ。わし一存では決められない。加藤博之というのが総長だからな、それに相談してみる。いい返事ができるかどうかわからないが、明日まで待ってくれ。明日の朝には返事ができる。早朝だけには早朝に返事をしよう。この加藤博之という方は啓蒙活動、福沢諭吉と一緒にやったような方でございまして、なかなか立派な方でございましたが、うんと言ってくれませんで、早朝と言ったんでございますが、半年ぐらい伸びてしまいました。それでも授業をやるために教科書を作ったり準備をしているところ、誰か来たぞ。おい、敵か味方か、合言葉は山川。山川先生、どうも、すいません。どうぞお入りください。いやいやいや、返事が遅くなってすまなかったな。なかなか加藤はうんと言ってくれなかった。で、どうだったんですか。加藤、これから理学を普及させて欧米列強に勝とうって言ったら、うん、勝とうと、それでもってなんとかした。総長も親父学が好きなんですね。規則が決まって条件があるな。まず第一条はな、理学士によって10名以上結社して学校を設立せんとする者は、その願いにより理学会の貸し出しを許す。え、今理学士で10人以上結社してと言ったら我々だけのことを指します。この日本で他に誰もおりません。自分たちだけのために規則を作ってくれた。どうもありがとうございます。これで学校を作ることができます。ありがとうございます、ありがとうございます。みんな山川先生にかじりついて泣きました。まだ25歳前後の若者が日本のため自分たちの肩に全てかかっているという大変な思いでもって理学を普及させようという思いの胸連中でございます。これで実験器具が変えられて学校ができるという嬉し涙に暮れたわけでございます。明治14年6月13日新聞に設立広告を出しました。我が国の文は急速に発展しているが、一人医学のみは発展は母としている。いや、もとに父としている。これは官立大学以外に教育する場がなく、それが理学の普及を妨げているゆえんである。我々はこれを憂い、
土日曜を除いた毎夕、実験を主とした理学の諸学科、重力、熱、電気、光学、聴覚、この5科目を教育する学校を創立する。兆候を欲する者は申し込みあれ。同じ年9月の11日、飯田橋からすぐそばでございます若松小学校を借りまして開校ということになりまして、この時に入りました生徒が20人でございます。ですから初年度は20人から始まりました。学校の名前も東京物理学講習所という名前でございます。この開校の日、いろんな来賓の方が来ておりまして、いの一番に来賓で挨拶をしましたのが東大理学部教授山川健次郎先生でございます。我が国において理学の普及は最も重要な課題であるが、到底東京大学だけではその任に間に合うことはできない。ここに理学の普及に燃えている青年たちが学校を設立するということは我が国にとってはかけがえのない財産である。全力を尽くして物理学を習得し、一日も早く世に出て役立つ 人材に努めてもらいたいという、こういう祝辞が出まして、さあこれから授業が始まるわけでございますが、先ほど残りました13人の理学士、東京におりました者、そして赤城と加瀬、理学士の免状は持っておりませんが授業に加わろうと、15人でもって5科目を、ですから3人でもって1科目をこう担当しまして、交代でもって教えるという、夜1時間半の授業をしていたそうでございます。土日曜を除いた毎夕でございます。ところがすぐに生徒から文句が出ました。先生は立って授業をしているからこれは気がつかない、私たちはね小学生が座る机と椅子でもって授業を受けて、腰が痛くて肩が痛くて授業になりません。腰が痛かったらディップエレビューが入りなさい、そうじゃ聞かなかったらサロンパスもどうだ、いやいやいや分かった分かった、なんとかするから、すぐになんとかするからちょっと我慢しておくれ。9月に開校いたしまして、12月にはすぐに引っ越しということになりまして、大蔵管理簿記講習所、ここを曲がりをいたしまして、ここもすぐに次の年になりますと新聞学者というところに引っ越しをいたしましたけれども、ここも畳敷きでもって授業がやりにくいというわけで、どっかないかと探しておりましたところ、矢田部がこの若松小学校のすぐそばに22坪の校舎を建てまして、自前で初めてできました今川工事校舎でございます。ようやく自前でもってね、曲がりじゃなくて自分で作れられましたこの校舎でございます。ところがハードが整っていると今度はソフトが間に合わないわけでございます。大学を出たばかりの連中でございますから、授業の進め方教え方なんてのは習っておりません。大変に厳しかったそうでございます。とにかく合格点を取らないっていうと次の授業に進めないというような、今でもね、理科大は進級が大変に厳しいですけど、その頃から体操を厳しくしていたそうでございます。ですからどん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 脱落して1人減り2人減り、とうとう少なくなってまいりました。ある大雪の冬のことでございます。高野瀬が駒場の農学校で昼間授業をいたしまして、夜この東京物理学講習所で教えようと、雪道の中を駒場からこの神保町あたりまで歩いてこようとする。ようやくたどり着いて教室に入ってみるってえと、もぬけの殻、生徒は誰もおりません。しょうがない、自分の家が駒場にございますから、そのまま駒場に帰ったそうでございます。それでも文句は言わなかったそうですね。雪の中でもって行く、何も文句は言わない、これが雪ってもの、まあ、そう言ったかどうか分かりませんけど、とにかく授業を休んじゃいけないというそういう心持ちでもってやった行動でございます。とうとう最後に残りましたのがたった一人でございます。20人いたのがたった一人、浅村三郎さんという方でございまして、この方は日本に特許を普及させた方でございます。ですから1人の生徒に対して15人の先生がいたわけでございましてね。でこの浅村さんも理学の普及に燃えて最後まで残ったわけじゃないんですね。東京職工学校、今の東工大、この受験のための予備校のつもりで持っていたんですね。数学とか物理をここで学んで、そこでもって入学を果たそう、合格しようと思っておりました。ただこの方ももしいなくなってしまっていたら、今の東京理科大があったかどうか分かりません。またみんなが集まりまして、たった一人だ、転ぶんでな、一人もいなくなってしまう、学校を閉校しようか、もうやめてしまおうかという意見も出ましたけれども、とにかく寺尾が帰ってくるまでは歯を食いしばって頑張ろうというわけで、授業の進め方
また面白くおかしくどうにかできないか、いろいろ研究いたしまして、また生徒も少しずつまた入ってまいりまして、ようやく学校らしい体裁ができました。明治、16年の春でございます。念願叶いまして、寺尾がフランスから留学を終えまして戻ってまいります。すぐに東大教授ということになりまして、この秋でございます。明治16年の秋になりますと、名前も東京物理学校と名前を変えまして、初代の校長といたしまして、寺尾久志がつきまして、なんとかみんなでもってお金を持ち寄って経営難を乗り切っていこう、授業を進めていこうという中で、最大のピンチが明治17年ですから、東京物理学校になって翌年でございます。9月15日愛知静岡を襲いました台風がものすごい勢力でございまして、家をなぎ倒してずっと通過をしていく。それで今川工事校舎、矢谷がこしらえました校舎もあっという間に倒壊してしまったんです、ね、東海地方も倒壊、矢谷も倒壊というわけです。ああ落城してしまった、刀折れ矢も尽きた、もうダメだとみんながしょげているところで、寺尾はくじけませんね、どっか借りてまた授業を再開しようと共立統計学校にお願いしまして、授業を再開いたしますと、ここでまた順調に進むかと思いますと、今度はまた試練が待っておりましたのが、東大がこの神保町から本郷の方に移るということになります。さあ本郷の方に移られるってと、仕事を終えてから本郷まで行くのはちょっと遠いし、生徒も向こうへ行くのは大変、だいたい実験器具を向こうから借りてこっちへ持ってくる。本郷なんてものは広いところ、敷地を取るためにあそこに移って、他にはなかなかね、学校の代わりになるような借りられるような建物はないから、向こうからなんとか器具を借りるにしては金がかかる。実際にみんながお金を持ち寄って使っております使用料というのはほとんど家賃と実験器具を借りるその運搬料でもってほとんど使ってしまいましたから、じゃあ本郷の方に私たちも移らなくちゃいけないか、そうじゃなかったらもう授業はやりきれない、みんな話をしておりますと、寺尾がもう私たちの母校の東大とは別れて自分たちで独立してやろう、だって実験器具、金は大層かかるには違いないが、自分たちでこしらえられなかったその実験器具を作るためにまたいろんなお金を貯めて実験器具を自分たちで作っていこう、そのための費用なんとか基金をこしらえようじゃないか、どうだ。そうか、いつまでも東大のそばにいたら東大付属の学校になってしまう、ここでなんとか独立独歩の道を進もうというわけで、初め19人おりましたけれども、賛同いたしましたのは16人でございます。明治18年に維持同盟というのができまして、これは厳しい決まりがございまして、無償で授業をするのはもちろんでございます、自分の給料からお金を出すのももちろんですが、もしも自分が授業をできなくなった、何かの都合でもってできなかった時には、またできなかった他の人に頼んだ分だけをまた相手に払うというような罰金もあったわけでございます。ですからこの16人は獅子奮迅の活躍でございます。ようやく学校の方もなんとか順調にと思っておりましたところ、今度は東京立統計学校の管理人が実験で舵を出したら困るから出てってくれ、どこでやろうかまた迷いまして、明治19年は2度も引っ越しをいたしまして、14年に設立いたしまして、19年までに6度も引っ越しをしてしまって、なんとかならないか、ようやく明治21年でございます。今皆さん知ってるかもしれませんけど、神楽坂の前の小川町校舎の方に移ることができる、これも自前で買った校舎でございますから、もう誰にね、出て行けって言われる心配もない、ようやく自分たちの校舎ができた、よかった、古い家だけでも買うことができた、喜んでおりましたが、生徒には大変不況でございまして、何しろ別名が北極学校と言われていました。どういうわけ、これ以上汚な汚いというシャレでございましたそれでもみんなが信用をいたしまして、明治39年でございます、この神楽坂の方に移ってまいりました。その年に入学いたしました生徒が1083人でございまして、その1083人が卒業できましたのが51人という、卒業率って言葉は今ないでしょうけど、卒業率が 4.7% という、門戸は広く進級卒業は大変に狭くというのが、まあ今かでもそうでございますが、その頃の伝統がずっと続いているわけでございます。
獅子は我が子を先人の谷に落として灰が上がってきたものを我が子と認める。理学の獅子も先人の谷を生徒に落として灰が上がってきたものを同志、つまり学士と認めるという。その当時大学設立のためにはほとんどの大学がいろんなところから寄付を頼んでそれで学校を運営していた中、自分たちの給料をカンパして 無償で授業をやり続けて日本に理学を普及させたという理学の志士16人とその仲間たちのお話でございました。どうもありがとうございました。